皆様大変長らくお待たせいたしました。第49回北海優駿ダービーラッキードリームで見事勝利、石川大和騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。1回目は怪我で騎乗ができず悔しさがあったんではないかと思いますけど、今日はどうでしたか？その悔しさも感じながら、レースに挑みました。今日のダービー騎乗にあたっては何か考えなどあったんでしょうか？距離 2000m についてはどうだったでしょうか？折り合いがつく馬なので、あまり気にはしてなかったです、はい、今日騎乗して返し馬の状態面はどうでしたか？前走との比較はできないんですけど、調教面から気合い乗りも良くて、前走よりもいい雰囲気、いい状態だなっていうのは感じてました。レースの流れ、展開についてはどうだったでしょうか？いろいろ考えたんですけど、一番は自分の馬のことを考えながら、それから周りを見て考えようと思ってました。動き出すタイミングとかどうだったんですか？馬の能力を出せる位置を向正面から取れたので、あとは、頑張ってくれという気持ちで追ってました。どのあたりで勝利を確信しましたか？コーナーはピーチが、追ってからの反応が素晴らしくて一旦は離されたんですけど、最後は本当にラッキードリームが力強く走ってくれたので、良かったです。三冠に向けて楽しみになりました。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、三冠を取れるように、これからの、状況などいい状態で臨めるように、頑張っていきます。これからもラッキードリームの応援をよろしくお願いします。石川大和騎手でした。おめでとうございます。